やっほー、さくらです。はい、ということで本日はディズニーに行く前のゲットベディズミーもう、ちね、言えるようになりましたね。やめて、ここに多いお茶があるの。家がめっちゃ汚いところバレるやんか、バカバカ。はい、ということで本日はういちゃんと三原のういさんとめちゃめちゃ仲がいいんですけれども、久々に会うということでディズニーデートをしたいと思います。チョベリグ、ちょっと準備ね、意外とね、そんなねゆっくりできないからさ、かといってめっちゃ急ぎでもないけどって感じだから、まあある程度急ぎながら準備って感じです。そんな今日は急いでおりません。こちらのネイチャーリパブリックビタミンビタペアシーセラムミストってやつ結構いいんだけど、これをメイク前にシュッシュッと。で、今日のカラコン激漏れです。じゃーん、こちらベイビーモテコンのベイビーメープルでございます。今日はちょっとガーリー系、どっちかといったらガーリー系なので、まあ、そういうメイクをしていけたらなと思います。キラキラメイクにするんだ。あ、ちょっと待って、あれ持ってくる。足打った、ジンで来る。はい、アマゾンで頼んだのウォーターパフ。これね、水をね、多分ね染み込ませて使うの。多分ね、これね韓国のね、なんかオリーブヤングとかにいっぱい売ってたからけど、日本でも買えるんだと思ってちょっと買ってみた。こんな感じ、なんか水をねぶっかけて使うわ。なんかマジ急いじゃう、なんか知らんけど最近準備動画話がある。私、まあ一人暮らしをし始めて3年目になるんですけど、あれだよね、まあ3年行ってないけど、2回目の電気を止めてしまいました。まあ、支払いができてなかったんですけれども、ちゃんとポストに届いて、それをコンビニとかに持って行って支払うやつにしてて、それが一昨日に宮崎から仕事で帰ってきたので、3泊ぐらいしてて、で帰ってきたら電気止まってて終わったと思って、次の日の仕事がめっちゃ早かったの。でも電気会社の時間とかがもうその時には終わってて、で次の日の朝電話するにしても時間が間に合わなかったの。撮影に行かないといけないから、お風呂も入らないといけない、アイロンとかも使わないといけないってなったら、お湯も出ないわ、コンセント類も使えないわ、充電もできないわ、最悪じゃん。とりあえずコンビニで充電器だけ借りて、携帯のフラッシュでずっと生活したの、その日は。で、次の日はメル TV の撮影日だったから、ゆか、メンバーのゆかに緊急連絡をして、朝お風呂借りて一緒に準備していったんだけど、で、まあ、その日に電話してもう復活って感じなんだけど、さすがにさ2回目泊まるのはちょっともう最悪だよね。やばいよね、どうなの、人間としてっていうか、女としてっていうか、普通に。ママよく一人暮らしさせてくれてるわ。このスポンジ最高。結構いい。本当にさ、自分を叩きたい。本当にダメだよね。自分のことがマジできるようになりたい。もっと。今のままで自分ダメな気がしてやばいよ。ディズニーって場合じゃないよ。すいませんよ。レポート昨日の夜めっちゃした。ディズニーに行く罪悪感がすごいから。めちゃめちゃした。終わらない、全く終わらない。あなたのそんなところが嫌なの、やばいね。もうなんかもうめちゃめちゃ乾燥してるもん。乾燥の時期になってきたね。終わりだわ、ほんと。12月だからさ、今、あ、まだか、もうすぐさ12月だからさ、なんかここら辺でさめっちゃディズニーとかさ行き込むじゃん。12月って、今日はランドに行くんだけどちょっと心配。本当に人が多いとこが苦手で、お祭りとかも行きたいけど人が多すぎると本当に苦手。いやー、電気があるありがたみを知るね、今やばいよ。本当に感謝。YouTube で言うの初めてかもしれないんだけど、シングラムのプロモーションモデルをさせていただいておりまして、私もプライベートで買ってきました。プラザとかドンキホーテにて、さすが。いるので、これね、普通はね、シーンでしか買えないんだけど、買えるようになったのよ。
ぜひ皆さん買ってみてほしい。結構マジ好き。ねえ、ここでチークもね、先にもうねする。久々の宮崎楽しすぎました。全然さ、やっぱさ、プライベートでさ、上京してから全然帰れてなかったから、宮崎の仕事があるときは、なんだろ、ついでにっていうか、こう遠泊して、地元の友達とか、パパとちょっと時間作るみたいなことが多いんだけど、ちょっと楽しかった。こんな感じで。マジチークとか超可愛い。みんなにも試してほしいよ。ねえ、なんかね、映ってないマジでね、病気なのがね、化粧品なくしすぎるの。あれって何？どこに行ってんのって感じ。もう探しても探してもないんだよね。次一番なくすものはなぜかパウダー。パウダーって結構デカめじゃん、基本。なんでなくしちゃうの？なんで？誰か撮ってる？自意識過剰だよね、それは。ごめん。これちょっと緊急でキャンメイクのパウダー買ったんだけど、お匂い。これめちゃめちゃいい。シルキーモースモイストパウダーの01番がめっちゃいい。なんか今日はメイクが漏れる予感がするんだよね。なんか、なんとなくね。もうなんとなくで生きてるからさ、うち。オッケー。最近はね、眉毛ちょっと細めがハマってる。一周回って。今日はね、前髪も切るからさ。ねえ、うざい。もう。なにこのあの自由のさ、頭がさ、大きすぎてラブ。どうなん？眉毛、濃すぎ？ちょっとなんか茶色にするか。眉マスカラで。最近はね、どっちかというとピンクメイクよりブラウンメイクにハマりつつあるの。珍しくない？ずっとピンクメイクだったのに、うち。チーク濃すぎ？大丈夫？みんながさ、絶対さ、これ動画撮ってるからさ、返事してくれないの分かってるのにさ、ビデオ通話じゃないんだから。みんなに問いかけちゃう。勘弁して。やばい、今日鼻筋がうまい。うますぎない、今日。みんな鼻筋うまっ。いや、最近太ったよね、マジで。なんか顔がさ、むにゅってしてない？区切りいいとこでね、ダイエット始めないとやばいね。てかさ、絶対さ、12月とさ、1月は太んじゃん。冬って太んのね、普通に。しょうがなくね、それは。だってお正月とかクリスマスとかさ、美味しいものとかおせちとかも最高じゃん。しょうがねえんだよ。わかるか？わかるか？あのね、いや、ダイエットとか。1月と12月は食べるわ。12月と1月の前半は食べるわ。それ以外はちょっともう頑張るわ。チョベリグー。じゃあアイメイクに進みます。最近ゲッチュした可愛いアイシャドウ、じゃん、マリークワントの。うわ、これ品番書いてないんだ。でも人気ナンバー4とかだった気がする。こんな感じのブラウンだけど、ラメが入ってる。赤みブラウンみたいな。なんか、イエベブルベってさ、なんかさ、言われるようになってさ、まあ、ブルベなんだけどさ、ブラウンとか使いにくくなったのね。それで、似合わないかもって思っちゃって。だから、こういう赤みが入ったブラウンとかを使うようにしてる。もう気にしないけどね。結構、ブルベ、イエベは。なんか、マリークワントのアイシャドウは、こうなんか手でぼかした方がこうやって可愛くなるから、相性あるよね。なんかアイシャドウによってさ、筆の方がさ、ノリがいいやつとさ、手の方がノリいいやつってあるけど、マリークワントはなんかどっちかというと、手の方が相性いい気がするから、手でやってみたの。で、一回ナメブタ袋を描くよー。一旦、ナメタ袋をしっかりめに作るわ。マジディズニーは漏れが大切だから。可愛いボンナット行くから、絶対負けてらんない。ほんまにな、可愛いあの友達が多すぎて自分を見失う。私の友達って全員可愛くない？そう考えると。オッケー。
今日はね、洗濯を干してゴミを捨てたらディズニーに行ける。それしなかったらもうディズニーには行けません。目がでかく見える。マジでメイクってありがたい、本当にすごい。てかさ、その宮崎のさ、まあ、中学の子と話しててさ、思い出した物語があってさ、なんかその時に友達同士でじゃんけんして、じゃん負けが知らない人とか先生とか喋ったことない友達とかに大きく挨拶する、おはようとか、おはようございますとか、あのしないといけないみたいな、まあ結構恥ずいじゃん。それもなんかめちゃめちゃしてたらしいよね、恥ずかしながらも。もう遊びじゃん、人巻き込んで最低って感じなんだけど、それで一番おもろいのが、その後になんか朝とかにさ、先生の話が大体あんじゃん、最近ですね、こちらの宮崎中学校って言うんだけど、宮崎中学校の生徒さんが、近所の方に、大きく挨拶をしてるということが流行ってるらしくて、本当に素晴らしく思いましたみたいな、なんかいい報告が学校に来ましたみたいな、なんかあって、マジで面白かった。あれふざけで言ってたことがさ、先生にさ、遠回しにみんなの前で褒められるんだよ。じゃあ挨拶大事。マジ悪ガキだったわ。そんなしょうもない遊びばっかしてたんですよ、昔は。OK。アイライン終わり。マスカラソロでー。こいつっていつもメイク一緒だよね。変えたい。自信がない。他のメイクに似合う自信がない。だからこそ、こう、モデルさんの仕事とか楽しいかもね。マジ全くしないやつとかするから。よし。ちょ、マスカラするからみんな見ないで。どう？だってこの鏡で思い出したんだけど、その地元のことを、もう一つ話が出てきて、まあ、こうやってさ、鏡でさ、もう良くないんだけどさ、こうやって鏡でさ、なんか光とかに当てるとこんな感じに光、なるじゃない。こうやってこう今ライトに当ててんだけど、こうやってなんのよ。マジ良くないんだけど、その中学校が、その先輩の校舎、ま、中1の時だったんだけど、中3の人の校舎と違かったの。向かい側にあって、で、ま、中1の時ってさ、普通にさ、先輩っていう存在がさ、神じゃん、普通に。めっちゃかっこいい先輩とか超いたの。で、みんなで、キャーみたいな。もう私たちの女子の中で流行ったのが、こうやって鏡を3年生の校舎の方に当てて、かっこいい男子をこう気づかせて、こうで、なんか、キャーみたいな。めっちゃ流行ってたらしくて、みんな鏡持ってきて、みんなでこうやってして、全体が、カメラを、みたいな。感じが流行ってたの。で、キモーと思って。そんなことしての自分マジキモいんだけど、私たちがしてたせいで、しない学校鏡禁止になった。まあ、1年生かな。鏡禁止になった。一気に最低。本当に先輩方すいません。まつげ原因原因で、ちょっとピンセットで、ちょい束にします。なんか束すぎるのあんま好きじゃないから、ちょい束ぐらいにして。マジ、ピンセットもなくすんだよね。これ何回なのって感じ。誰か盗んでるよね、多分私ね。家に泥棒いるかも。こんな感じで、ちょっとだけ束にして、もう一回追いますからします。まつげ、命。OK。どう？まつげ、ボサボサ？いい感じ？だからラメを加えて、リップ塗ったら終わるから、ラメなんだけど、ラメはもうできるだけつける。ラメはつけた分可愛いから。うちマジで最近 ADHD みたいなやつ、このラメね、私企画で多分買ったのよ。なのに Amazon で頼んでたし、その後プライベートでまたどっかで買ってたの。やばくない？うち本当にバカ。あと昨日ね、帰り道に雪見大福を買ったの。そしたら忘れてんの。家に帰って机の上にパッて置いてたのに、2、3時間後経った時に、え？みたいな。待って、買ったよみたいな。やばくない？
お前自分が怖かった昨日、そんなことあるみたいな。自分さすがに疑ったよね。てかさ、ディズニーうちいつも朝から行くんだけどさ、ホース変わりすぎやばい。ウイがなんか撮影から行くみたいな言ってたから、もうお昼過ぎなんだけどさ、お昼過ぎからディズニー行くことがあんまないからさ、全部朝からなのね。なんか新鮮。なんか罪なことをしてる気分。綺麗。鼻筋が綺麗に見える今日のメイク。うまい。シェーディング完璧です。結構なんか時間余った気がする。どうなんだろう。桜にしては余ってるのではないか。まあ、リップは、でもなんか最近ね、の買ったそれこそシーグラムの、これめっちゃ可愛いの。これなんだろう、ピンクフラミンゴって色。こうやって、出すんだけど。これマジでやばい。超いい。しかもいい匂いなの。使ってみて。ということで、今から髪の毛したいと思いまーす。じゃあ、終わりが！はい、ということで、前髪切った。髪の毛を巻いていきたいと思います。まあ、今日は、ゆる巻きしていこうかなって思ってます。アイロンはまあ、160度から170度くらいが多いです。楽しみやな、ディズニー。この冬はさ、ディズニーいっぱい行くって決めてるの。目指せ5回。今んとこね、冬はね、今日がね、2回目なのに。マジ冬のディズニーしか勝たん。待って、前髪照れすぎてない？大丈夫？大丈夫か？なんとかなるか。ほーな、たれ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 、うんうん。急げ、急げ、そんなにゆっくりしてるもんはないよ。急げ、急げ。こんな感じ。結構今日はゆる巻きです。マジでね、髪巻くの慣れてきて最近10分とか減る。早いでしょ。慣れが一番や。こんな感じで巻いてきました。32ミリかな、36かなぐらいの縦が一番なんか巻きがうまく一応ねできるから、初めてアイロン買うとかおすすめ。太い方買ったのが可愛い。ロングだと太い方で、ボブだとちょっと細い方が可愛い巻きできるかも。馬打ち巻くのマジで。マジ成長した。今日寒いのかな？もうさ、うちさ、最近寒すぎてさ、ユニクロの超極暖？マジあれ最強じゃない？来月ね、まあ、韓国行くんですよ。マジでヒートテック2枚重ねに行こうと思って。マジ雪降ってるらしい。超楽しい。なんかもうみんな、あれなのかな。私はね、自分で巻きが上手くなったって思ってるから、なんかさ、まだ下手なのかな。なんかアドバイスあったら教えてください。ヘアメイクに対するとか、美容に対するとか、モチベが高いから、もう何でも改善できそう。アドバイスがあったら。DM にてお願いします。ツイッターに書かないとちょっと恥ずかしいか。じゃーん、できました。今日はゆる巻きがテーマなので、ゆる巻きに巻いてみました。ということで、もうそろそろ熱が冷めたので、櫛で溶かします。キリンキリン、せーの、キリンキリンキリン。はいはいはい、あ、いいね。こんな感じで、負けたら最後に、私が大好きな、ジミールフランのメルティーバターバーム、飲みすぎて大好き。こんな感じ。毛先とかに、しっかりつけてあげる。顔周りと毛先中心につけます。オッケー。ということで、着替えたりしてきまーす。バイバーイ。チョベリゴ。ういちゃんのマフラーを、ういちゃんがマフラーを持ってないらしいので、渡したいと思います。ということで、準備完了ということで、ディズニー楽しんできます。
順の列にあと目指せ3回ということで、はい、また準備動画撮れます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チャバリグ、バイバーイ。間に合ったよ今日は。